デジタルアート、デジタルアートはデジタルコンピュータを使って芸術作品を作ること。デジタル芸術、デジエなどと呼ばれることもある。デジタルアートには完全にコンピュータで生成するもの、フラクタルを使ったものなどから写真を取り込むなどして元の素材を用意したもの、マウスやペンタブレットを使ってベクトル画像フットアで描いたものなどが含まれる。また技術的には それ以外の作品でも何らかの計算処理、コンピュータプログラムやマイクロコントローラーを内蔵した機器などによって修正を施したのをデジタルアートに含むのが一般的である。テキストや画像や音声をコンピュータに取り込み素材として利用することはあるが、出版の際の色調整や印字、デジタルカメラでの撮影、遠隔地での鑑賞のための通信などのために、 コンピュータに取り込まれたものはデジタルアートとは呼ばない。展示する場合は印刷や画面出力、音声出力などの形でアナログに変換され、干渉される。ホトレタッチソフトウェアが広く使われるようになり、本来の画像からは想像もできないくらい高度に修正された芸術的画像ライブラリーが生まれた。電子的な筆、フィルター、拡大器を使って、 従来の写真技術では考えられなかった画像が生み出されている。さらに、上述の技法を駆使して、取り込んだ絵や、コラージュやリトグラフを組み合わて処理することもできる。他にも様々な素材やプログラムを使って、作品を生み出す。三次元グラフィックスは、幾何学図形や、多角形やスプライン曲線などで複雑なイメージを設計し、そこから三次元のリアルな画像を生み出す。 映画、テレビ、印刷物などで使われている。そのためのソフトウェアは数多く存在する。技術の進歩により、アートの世界にもオープンソース運動のような流れが起きつつある。例えばクリエイティブコモンズでは、多数の人間がアートのプロジェクトに参加することを可能にする。各、マスメディアは多量のデジタルアートを広告に使い、映画では SFX のために、 多数のコンピュータが使われている。DTP は出版業界に大きな影響を与えたが、特にグラフィックデザインにおけるデジタルアートの影響が大きい。それにもかかわらず、芸術界におけるデジタルアートの評価はまだ低い。この理由として、コンピュータが作った作品であるという誤った印象と、いくらでも繰り返し作成できるという印象が影響ていると考えられる。 コンピュータは音楽、特に電子音楽制作にも使われている。音源を作ったりアレンジする場合に、コンピュータは力を発揮する。過去30年間の間に電子音楽が受け入れられていった経緯と同じ道をデジタルアートも辿る可能性もある。我々はすでにデジタル技術が特別なものでない、ポストデジタル時代にいるとする説もある。デジタルツールはアート作成において、 その重要性を増している。ロイヤ・スコットは乾いたデジタルメディアと湿った生物的システムの融合によるモイメディアこそが21世紀のアートであるとした。デジタル写真とデジタル印刷はすでに美術館やギャラリーでも広く受け入れられている。デジタルアートは画像だけでなくロボットによるイラストレーション、ネットワーク上のアート、ソフトウェアのアートなどに広がっている。 デジタルアートを収集する美術館も増えてきた。既存の美術界がデジタルアートを受け入れることに抵抗を示す理由の一つとして同じイメージを何度でも再生産できるという誤った認識がある。実際には多くのアーティストは最初に一回だけ印刷するとその画像ファイルを消去しており、その作品を唯一のものとしている。 もう一つの理由として、その寿命の問題があるが、現在のデジタル印刷技術では色褪せは60年から100年ぐらいは発生しないとされている。アーティストの作成したモデルを元にして、コンピュータ上で画像を生成する。例えば、映画はコンピュータで生成したグラフィックスを多用しており、これを業界では、コンピュータジェンナーアイテッドイメジャリーと呼ぶ。 1990年代から2000年代初期にかけて CGI の品質は十分なものとなりリアルな3次元コンピュータアニメーションを作成できるようになった。ファントムメナスはコンピュータグラフィックスを多用していることで有名である。貧乏な芸術家にとって安いコンピュータとソフトウェアは油絵具やイーゼル、カンバスよりも魅力的な面もある。 コンピュータ生成画像には2種類のパラダイムがある。最も簡素なものは二次元コンピュータグラフィックスであり、ペンや紙を使って絵を描くことに対応する。しかし、この場合の画像はコンピュータのディスプレイ上にあり、絵を描くのに使う道具はタブレットやマウスである。ディスプレイ上に生成される絵は鉛筆描き風にも触れ、描き風にもできる。 次の種類は三次元コンピュータグラフィックスであり、この場合のディスプレイは仮想環境への窓となって、そこに配置した物体をコンピュータが撮影したように見える。もちろん最終的な画像は二次元であり、それを二次元用のソフトウェアで加工することもできる。一般に内部形式は二次元コンピュータグラフィックスはラスター画像であり、三次元コンピュータグラフィックスはベクトル画像である。 第3の種類として、2次元や3次元のアートを完全にコンピュータプログラムのアルゴリズムで生成するパラダイムがある。この種のアートはコンピュータなしでは想像できない。ベクター系、ツール、アドビーイラストレーターなどを使って作品を作る。カメラを使って撮影し、場合によってはそれを編集、改変する。デジタルでない絵画と同様の手法で作品を作ること。 ソフトウェアによるブラシ、筆、パレットナイフ、カンバスなどをコンピュータ上で操作して作品を作るデジタル絵画。コンピュータゲームやビデオゲーム関連のアート、視覚的なデジタルアートの他にもデジタルアートは存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。